私は、カネボウ化粧品でカネボウブランドの商品開発を担当しております高橋です。本日はこちらの、カネボウシリーズ、カネボウブランドから出る新しいエクセプショナルというシリーズにつきまして、ご説明させていただきます。透明美とは人の心をまでも浄化する奇跡のオーラなのです。この透明美を目指す新たなシリーズとしてカネボウのザ・エクセプショナルシリーズを導入いたします。最高の化粧品を使いこなすには最高のお手入れというものがあるはずです。そのお手入れ方法を今回は簡単にご説明させていただきます。ステップ5つのうちのまず1つ目、お手入れの前にゆっくりと深呼吸をし、目を閉じて瞑想するように心を整えてください。2つ目、化粧品を手に出した時、馴染ませた時に香りを丁寧に味わってください。3つ目、手のひらはお手入れの重要な道具になります。手のひらで肌に話しかけ、肌の声を聞くようになじませてください。4つ目、毎日肌を形作るような気持ちで丁寧にお手入れをしてください。最後5つ目、最高峰のお手入れはあらゆる効果を肌のみならず心にまで届けるためのお手入れです。そういう意味でも毎日のルーティーンで心を込めて化粧品を宝石のように大切に扱ってください。この5つのステップが今回の最高峰のお手入れのポイントになります。大変好評をいただいております。透明美というコンセプトがとても魅力的というお声を聞いておりますし、さらにクリームの感触についてはコクがありながら肌なじみがよく潤うでもベタつかないというところが特に好評いただいております。さらに効果実感をいただくのはもちろんですけれども、幸せな気持ちになったですとか自信が湧いてきたというような気持ちの変化まで声として上がってきておりますので、とても嬉しいお声をいただいております。さらに今回は6月末に日本で開催されました G20 大阪サミットの商品として提供させていただいております。カネボウ化粧品の知見を注ぎ込んだカネボウザ・クリームを提供することで、日本のものづくりの技術力の高さを世界の人々に知っていただきたく手を挙げさせていただいたところ、採用していただくことができました。